はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、パンクデッキをねご紹介していきたいなというふうに思ってます。パンク、あの新パックでね登場したこのパンクというテーマなんですけれども、これ何ができるかっていうと、あのね、融合とシンクロモンスターがエースモンスターになってまして、まあこの2体をね活躍させていくテーマになってて、まあエースモンスターはこの浮世絵パンク、アメイジングドラゴンっていうモンスターです。はい、あのこれ何するかっていうと、これ汎用一応シンクロモンスターでレベル11のちょっと珍しいねあのレベル帯のシンクロモンスターなんですけども、ね、1番と2番の効果どっちかしか効果使えないんだけど、1番目、まず進行直後に成功した場合、自分のフィールド墓地のサイキック属レベル3モンスターの種類の数まで相手のフィールドのカードをバウンスできます。はい、これパンクってあの家系モンスターが全部レベル3のサイキック属になってるんですよ。なのでこのサイキック属レベル3モンスターを使ってで、墓地に貯めてパンクモンスターを、でそのアメージングドラゴンのバウンス効果を最大限に発揮していくっていう、まあ、そういうデッキですね。まあ、だから、まあ、4種類とかあれば4枚バウンスできるんですけども、一応今回は、デッキの都合でちょっとねパンクのね魔法カードがね今あんま強いのなくて、あの OCG だと追加されてるんですけども、ちょっとマスターデルト来てないから、まあ、3種類になってます。シャラクサイ、これ融合するかシンクロするかどっちか選べるカードなんだけどさ、自分のターンだったら融合できるし、相手ターンだったらシンクロできるっていうカードなんだけど、これとあとスパイダー、これトラップカードを差し上げます。これ600ライフ払うと、それからこのセアミン、これモンスターを差し上げます。この辺のねモンスターを墓地に貯めてこいつを出していくっていう。でね、いろんなねパンクデッキあると思うんですけど、これね一つ言えるのはみんなハリラドンしてる。正直ハリファイバー出してからアウロラドン出して VFD を出すっていう動きを多分してるんですよ、みんなパンクデッキって。まあそれができるから強いんだけどさ、俺はね、ちょっとそれはねちょっと生理的に受け付けないというか、そのなんだろうな、ハリアドンしちゃうとそれはパンクデッキではないと個人的には思うんですよ。それ パンクデッキじゃなくてよくねってなっちゃうんで、今回はですねちゃんと相手ターンにアメイジングドラゴンを出せるギミックをぶち込んできました。はい、これどういう風にやっていくかっていうと、このパンクモンスターとこのねドラグマ選手エクレシアっていうこのねモンスターをぶち込んで、まあ、ドラグマ出張しただけなんですけども、これ入れとくと何ができるかっていうと、まあパンクってまずね動きね浮世絵パンクシャラクサイで融合するんですよ。手札のパンクモンスターも融合さえできるんだけど、これ融合内蔵モンスターだから、まあ、これを引っ張ってきてで融合するんですよ。で、カープライジング出して、でカープライジングの効果でこいつ自身をリリースするとデッキからパンク2体出せるんで、レベル8以外のなんで、これでなんかその、まあ、セアミンとか、まあ、スパイダー出して、まあ、例えばセアミンだったらモンスター持ってこれるし、まあ、マダムスパイダーだったら、まあ、トラップ持ってくんだけど、これ持ってきてで2体でハリファイバーするんですよ。でハリファイバーで相手ターンにシンクロする用のシャラクサイを出しておきます。でシャラクサイ と、ハリファイバーになった時にドラグマの聖女エクレシア出して、で、エクレシア効果でフルルドリスを、サーチしておく。こうすることによって盤面にヒチューナーとチューナーを2組用意できるんですよね。1組目はまず浮世絵パンクシャラクサイがレベル3のチューナーで、これ相手ターンに2番の効果でシンクロできるんだけど、自身の効果でね、これとあとフルルドリス、フルルドリスはレベル8なんですよ。だから8プラス3で11ができる。これで相手側にアメージングドラゴンができるギミック、それから、ハリファイバー と、エクレシアがいるんで、ハリファイバーでチューナー出してくればエクレシアとシンクロできるんですよ。だからここでハリファイバーでデザートローカストを出してくると、ローカストがレベル6のチューナーなんで、レベル6とレベル4で、フルルドバランスができるんですよ。だから相手ターンにその、フルルドリスの効果無効 と、アメージングドラゴンのバウンスとバロネスの効果無効があるんで、これ実質三妨害を用意することができるんですね。これがね一応なんか実は強いんじゃないかなっていう使ってる感じ。そのハリダドン以外でハリダドンを押しちゃうと、ちょどうしてもそっちのギミックになっちゃうから、俺はそれはちょっとやりたくないなって思ってこうしました。はい、ちなみにハリダドンは多分ランクまでやるんだったらした方が強いです正直ね。で一応その挨拶程度にフュージョンデスティニーもぶち込んでありますんで、まあ、一応ねこのギミックでこいつも出していけるっていう、まあそんな感じになってますね。ね、まあ動かし方はね見ていただければわかるかなと思うんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。
あーまあ悪くはないかな。まあ誘発一応1枚しかねえけど、うー相手の展開止められるかどうか分かんねえな。エフェクトベーラー1枚だとさすがに最近の鍵は貫通されますからね。あーシャドールか、オッケー、エルシャドールフュージョン。いやシャドールはね、何が一番やばいかって言ったらミドラーシュとかいう遅延モンスター、これこいつがもうマジでめんどくさい。1回しか特殊召喚できないとか舐めてんのかっていうね、本当にこいつはねめちゃくちゃ嫌いですね個人的には。あの好き嫌いの話めっちゃしますけど、めちゃくちゃ嫌い。デスペアンとヘッジホック、あ強そうで、アルベル召喚ね、オッケー。そこまでも全然、もう全然無理だけど、これは全然無理だけど、ここで一応止まってくれたら嬉しいんだよな。アルベルでなんか赤の楽園とか、あ墓のありそう、めちゃくちゃ、うーわうーん厳しいね。返せるかなこれ。これで劇場を張られて何が出てるんだろう。これもうそろそろターンエンドしない、もうターンエンドしない、何これ、クエディスも出てくんの、やばいじゃん。融合モンスター以外の打点も下げてくるシステムね。そしてリザードの効果も発動していくと、いや強っ。とりあえずさ、あのセットもあんのかよ。融合するトラップカードマジでやめてくんない、あれマジでやめてほしいんだけど。ちょっとパンクロッカーになるにはなかなか厳しい道のりですねこれこれ結構道険しいぞ、デビューへの道。これまずちょっと一回パンクロッカーセアミン召喚で、セアミンの子が通る、うわなんかある、なんかやめてくれ、通してくれ、効果を使わせてくれ、効果を使え。で、あれですね、まず、エルシャドール、待って、でもさ、これ打点下げられるから無理じゃね、これ待って、あのミドラーシュこれ突破できないんだけど、これどうしたらいいの、これもちょっとこれ出すしかないか。もうさ普通にさ融合していくとさ、融合じゃねえや、あの特殊召喚するとさ、もうさ1回しか特殊召喚できないからさ、世界終わるじゃん。だから、まあ、これリリースしてさ、まあ、出していくしかないんだよね。あーオッケ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 ー、出た。なんかそのあれですね、その俺が一番嫌いな融合ですねこれね。なんか出てくる、まあ、これかから打ったところでなんか出てきそうだからあんま関係ないか。シャドウルーク、いやわかんねえな、なんか何出てくるんだこれ。あゾージーも入ってんの、いやゾージーはさすがに1回打つしかないか。なんかちょっとさ相手の反応強すぎませんかねこれ。これ犯罪行為でしょこんなの、増殖する G 除外するでしょ。でそのなんかシャドウルークで何が出てくるのこれ。クエリティスがいるせいでもうなんか一生モンスター突破できないんだけど僕。でシャドウルーク効果、シャドウルークで墓地融合でしたよね確かね。なんかミドラーシュどかしてくんねえかな、奇跡で奇跡起こしてミドラーシュもなんかそのフィールドのモンスター2体に融合しろ。あえクエリティスどっか行った、クエリティスどっか行ったぞ、ネフェリムはいいわ、ネフェリムはいい、クエリティスどっか行ったぞ。これはワンチャンこのなんかあのオーガナンバーの打点、これはまあ打点超えてるから別にいらないか、効果発動する必要もなんかほとんどないけど、ちょっと一回こうしてこれオーガナンバーでミドラッシュぶん殴ったら俺展開できるよな。こいつはいる限りだからあいつをどかせば展開できるはず。ネフィルム効果はいい、はい、許容。さあリゾルブして、でネフィルム効果でウェンディを墓地に送っていく。でオーガナンバーで打点が上がる。でまずとりあえず一旦バトル入って、このクソモンスターを一回どかしてよし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 、危なかった。クエルティスさんなんでどかしたんだろう、これクエルティス残ってる方が俺嫌でしたけどね、どっちかというと。でアルベル効果で、まあ、アルベルは別にいいわ、それは別にいい、飛んでくるのは。でミドラーシュでさらにシャドールカードを回収して、でアルベルが帰ってくるのも別によくて、であとは俺はメイン2入って展開すればいいわけですよ。でもうほぼ妨害ないでしょあれ、あそこの盤面は。やっとなんか手札が黄色になったわ。
まずは、手札を1枚墓地に送ると、ここはまあシャラクサイだな。浮世絵パークシャラクサイを特殊召喚。そして浮世絵パークシャラクサイの効果発動。さあパンクロックドリームを目指していくぞ。有効召喚現れよ。浮世絵パークカップライゼン。そしてカップライゼンの効果発動。このモンスターの効果によって自身をリリースするとデッキより浮世絵パークモンスターを特殊召喚できる。でこの喋り方うるさかったらごめんなさい。浮世絵パンクパイレート浮世絵パンクシャラクサイの特殊感。そして浮世絵パンクスパイダーの効果像。なんか浮世絵パンクってなんかちょっとかっこよく読みたくなりますよね。これ俺だけで、ハリファイブ。ちなみになんか割となんかその全人類がここからハリアドンしてるらしいですね。やっぱハリアドンするとさ、なんかちょっとさ、それパンクじゃなくてよくねってならない？俺はなるんだよね。そのパンク、それパンクである必要あるってなるから、俺はこの展開でいくわ。エクレシア特集でエクレシア効果と、エクレシアの効果でフルールドリスを手札に加えさせてもらう。そしてカードを1枚セットして、これはちょっと相手ターンにシンクロした方が多分強いと見た。おそらく開幕か。これ何出てくるんだこれ。あー、トゥルトゥルギア、トゥルトゥルギアきつ、トゥルトゥルギアきつ。まあしょうがないですね。デスピア劇場はこれ叩き割った方がいいんじゃないかな。これ劇場はちょっと叩き割りましょう。いったんあれがずっと置いてあるとね、ろくなこと起きないで、なし割りサプライズで破壊していきましょう。はい、なし割りサプライズっていうカード名めっちゃ好きだわ。あ、オッケー、シャドウルークね。シャドウルークでまた融合モンスター出てくるかもしれないということは、まあそれはまあ許容しよう。でシャドウルーク効果でまた墓地融合ができると、リザードウェンディ、リザードウェンディミドラッシュ、ミドラッシュ。もうミドラッシュ、ちょミドラッシュ本当に良くない。ちょこの遅延モンスターどうにかしてくれよマジで。遅延モンスターすぎるだろこいつ。なんで特殊召喚封じてくんだよ、おかしいよ絶対。そのさ、ルールに関心するのやめないもん。なんかもうバニティスペースみたいなもんだよこれ。おかしいよこれ。さ、これ出してさ、これミドラッシュの効果無効にするしかないもんね。ミドラッシュの効果無効にして置かないと特殊召喚ができないから、もうこれコースしかないんだな。ミドラッシュさんの効果は無効にさせてもらって、で特殊召喚は一応できるようになっている。でつまりハリファイバーの効果も使えるし、浮世絵パンクシャラクサイの効果も使えると。で劇場の効果は一回とりあえずちょっとここね、まあ出すしかないんだよね。デザートローカストを出していくスタイル。一回ローカストで、ここでちょ巻き絵投げようぜ。巻き絵投げるわ。でローカストの効果発動テキストだ。来た。よしそこはいける。デザートローカストの効果チェーンして逃げる。いけるぞ。あいつは負けに食いついた。俺はレベル4のエクレシアにレベル6のデザートローカストをチューニング。シンクロ召喚現れろ。フルード浮世絵パン、フルードバロネス。最強の浮世絵モンスター来た。最強の浮世絵モンスターでなんとかしていこう。でこれ で悲劇のデスピアでセットして直された楽園劇場デスピアは一回無効にしていく。さあ来やがれバトルフェイズ。オッケーだ、バトルフェイズはいい。なるほど、破壊してこようってか。オッケー、浮世絵パーシャラクサイの効果発動。シャラクサイの効果によりレベル8のフルドリスにレベル3の自身をチューニング。シンクロ召喚浮世絵パーク、アメイジングドラゴン、アメイジングドラゴンのシンクロ召喚成功時効果発動。フィールドのカードを、墓地の持続性サイキック族チューナーの数だけ、種類の数だけバウンスすることができる。さあまずはネフィムにはお借り願おうか。ドラマテロギアもちょっとめんどくせえな。エルシャドルミドラーシもお借り願って、
これはさすがに、でもこれシャドウルークかな。あんまりなんかそれ全部他のカード全部戻しても関係ないもんね、あんまりね。あんまり関係ないから、まずシャドウルークを戻して、で全部お借りいただくと。さあもう一回セットし直して殴ってくるんだな。オッケー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 、よし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 、アメージングドラゴン、よくやった、よくやったぞアメージングドラゴン。さあエンドフェーズオッケー、よし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 、ターン勝ってきた。シャドウルークは無効にできるから、バロネスで大丈夫、任して。でですね、スタンバイフェーズにハカーナはいらないんですけど、ハルルバンスの効果はいらない。まずフルールドバロネスの効果を発動していく。これはもう劇場デスペア終わって、でシャドウルークは無効にすればいい。でシャドウルーク発動してくる。で当たり前に無効、当たり前すぎ、当たり前すぎる無効このトラップカードマジで頭おかしいだろ。絶対になんで永続トラップで融合してんのお前、もう恥を知れ。よしねえ、これで劇場もぶっ破されて、オッケー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 、だいぶだいぶショッタ、だいぶショッタぞ。これでアメイジング効果、これはアドバンテージ回復できるからセアミンかな。もう一回セアミンですね。でセアミンでなんかセアミン効果、トラップカード持ってくる、あいつ持ってきて昇格使ってないから、これでこうするだろ。でスパイル、ジョールリパンク、スパイル、あこれジョールリか、俺さっき浮世絵って言ってた気がするな、こいつはジョールリなんだ。ジョールリパンク、スパイダー召喚、スパイダー効果発動、スパイダーの効果でトラップカード、ジョールリパンク、デンジャラスカープを手札に加えていく。でまず一旦これでバトルじゃねえか、このドラマトゥルズルギアに消えてもらって、でこのアルベル君にも消えてもろて、うるで600と900の大ダメージを受けてもらって600と900の大ダメージ受けてもろて、でメイン2満を持して俺は浮世絵パンクベルティアラコンダーを特殊感、そして浮世絵パンクベルティアラコンダーの効果発動、あーこういった一応発動していきましょう。打点をアップしていく、これ永続効果なんで、ね、でベルティアラコンダーの効果によってフュージョンまたは融合魔法カードを墓地に送り、ザ・デスティニーパンクデストロイ浮世絵フェニックスガイを特殊召喚、浮世絵よし、てめえの手札はあと1枚、何ができる、手札1枚でさあかかってきやがれバロネスの方がいいや。さあどうする、おっとなんだそのクソラカモンスターは、どうした、おっとエンドフェーズ弱すぎ問題発生してんのおい、大丈夫か。さあデストロイフェニックスガイさんの効果発動、こいつは次のスタンバイフェーズに墓地から再び蘇るという効果を持っている、これがフェニックス、これが不死鳥ちょっと浮世絵モンスター全然いないけど気のせい、浮世絵モンスターびっくりするくらいおらんけども、ビビった、効果発動しろ、効果発動する、うわやばい、サーチされるー、はかなはい完封。さあどうする、お前のライフは残り4400しかねえぞ、はい、泣いて許しを請うなら今のうちだぞ、バトルベースだ、いけ浮世絵パンク、アメージングドラゴン最後、浮世絵デストロイフェニックスパンチ、浮世絵パンクアメージングドラゴンでダイレクトアタック、おう I won、 対戦ありがとうございました。さあお相手の方何のデッキか知らねえが俺様の最強展開見せてやろう、まずは緊急テレポートの効果を発動、ここにうらら打ってきて、そしてそのうららの効果にチェンジして抹殺の指名者をぶち込んでいく、何撃ってこないバカな、まあいいだろう、まあこれは一旦セアミン、さあセアミンを使用か、そしてセアミンの効果発動、600ライフポイントもの大ダメージを食らい、デッキより浮世絵パンクシャラクサイを手札に加えていく、うわあれそうだけどね、金テレには打ってきそうなもんだけど、どうなんだろう、まあ、とりあえずシャラクサイの効果によってまずは浮世絵パンクアメイジングドラ、あ、間違えた、浮世絵パンクカープライジングを融合召喚、
そしてこれはいいで浮世絵パンクカープライジングの効果、カープライジング自身を、リリースすることによってデッキより浮世絵、あ、じゃあジョールリパンクスパイダーと浮世絵パンクちょっともうこれノーパンク、これちょっとこの喋り方やめていいか、この喋り方やめるわ、ちょっと疲れる、普通に疲れる。で張り合いまでこれあれですよね、まあ、緊急テレポートとエクレシアがあればこの動きできるのかな、一応。で、ハリファイバー。ハリファイバー効果。ハリファイバーの効果発動し、チューナーモンスター、浮世絵パンク、シャラクサイを特殊感。これ、シャラクサイを特殊感しとかないと、あれですんで、なんだっけ、相手ランにシンクロ召喚できませんので。あ、で、一応ですね、このエクレシアからサーチする、浮世絵カードである、あのドラグマパニッシュメントっていうカードがあるんです、浮世絵パンクドラグマパニッシュメントっていうカードがあるんですけど、あれは入れてもいいですけど事故りますんで僕は抜きました。これでこれは完全に先行制圧って感じですね。おっと、なんだ事故ったか、モンスターゲート、何何モンスターゲートだと。まあ一応増殖する銃打つよ、増殖する銃打って、で通常召喚可能なモンスターがめくれるまでデッキ、あ、これよく見たらデッキめっちゃ熱いな、インフェルノイドはやばい、インフェルノイドのモンスターゲートはやばいと思ったらサイクルエムドライバーよ、弱え、世界一弱えサイクルエムドライバー来た、世界一弱いぞお前、モンスターゲートの使い方間違ってんだろ、おい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 、お前運命力足りねえんじゃねえか、あ、あ、あ、なんかできた、リリース、こちら何するまん、特殊召喚に成功したときにマジックトラップコード全て破壊する、一旦にしてこのカード以外のフィールドモンスターが効果発動したら自分のフィールドのモンスターをリリースすると発動を無効にする、うわーめんどくせえ、これはガブルしかないな、ジョールリパンクデンジャラスカーブの効果発動、相手のモンスターの効果を無効にする、これフィールドで発動する効果だからあれだな、多分無効にしたらもう大丈夫だな、リリースした発動も多分無効になるのかな、このパターンはフィールドで発動する効果だ、はい、いけるはずだ、さあぶん殴ってくるか、2500と2900でどうする、 よし、メインフェーズ終了前、まずフルールドリスの効果発動、フルールドリスの効果によってさあまずはフルールドリスを特殊召喚し、フルルドリスの効果を発動して、あ、これ無効にできないもう、じゃあいいえ、でハリファイバーの効果を発動、ハリファイバーの効果によってデザートローカストを特殊召喚し、デザートローカストの効果と、デザートローカストは相手の手札を1枚墓地に送らせる、つまりハンデス効果を持っている、これね結構ね使いどころ難しくて、意外と相手が自分で手札を墓地送っちゃうんで意外とむずいっていう、アドバンテージ逆にかすがれる可能性あるっていう、はい、まあそんなことはでも関係ない、今なんでかってデザートローカスとエクレシアちゃんにチューニングするからだよ、さあ来い、お花パンク、お花パンクフルールドバロネスシンクロ召喚、ヘイヘイパンク、そしてデザートローカスの効果で手札が墓地に送られていく、そしてメインフェーズ終了前は別にいい、どうぞ、さあバトルフェーズ入ってこい、さあどうする、メインフェーズ一応続けるかい、おっとバトルフェーズ来た、さあバトルフェーズだ、さあモンスターに殴ってきた、浮世絵パンクシャラクサイの効果発動、さあレベル8のフルールドリスちゃんにレベル3となっている、浮世絵パンクシャラクサイをチューニング、おうシンクロ召喚浮世絵パンクアメイジングドラゴン、シンクロ召喚成功し効果、そう墓地の地属性サイキック属チューナーの数だけ相手の盤面をペガに戻す、さよならバイバーイ、ありがとうさよならよし完璧だ、なんて強いんだ、最強できた、あまりにも強い、なんて強い、フルールドバルネスの効果発動しない、そして浮世絵パンクアメイジングドラゴンの効果発動、レベル8の浮世絵パンクカープライジングを特殊召喚して、これあれじゃないか、
アンデッドパンク出しの出番じゃないか。レベル8のカープライジングにレベル3のアンデッドパンク春うららをチューニングしていく。新規の召喚浮世絵パンクアメージングドラゴン。カープライジングの効果によってフィールドの、浮世絵パンクアメージングドラゴンはこのターン2回攻撃をすることができる。バトルフェイズ3001連打、2連打、おお3連打。おお This is amazing。 対戦ありがとうございました。なんかあの浮世絵、浮世絵デッキ、浮世絵デッキじゃねえや、パンクデッキのなんかいろいろデッキレシピ結構まあいろいろ検索したりとか、まあ調べたりとかして、まあみんなどんな感じで使ってるのかなと思って調べ、いろいろ調べたんですけども、本当100人中150人くらいがハリだとしましたね。150人がハリ、ハリファイバーからアグロドン出してあの VFD したんですよ。ちょっと1個言いたいのは、それ浮世絵じゃなくてよくねっていう。それパンクじゃなくてよくねってなりません？そんなことはない。ちょっとね、なんかね、ちょっと VFD 使うのちょっとなんかなって思って今回のデッキにします。一応まあ一応 VFD もできるっていうことだけ伝えておくわ。このデッキはあの中長みたいに並ぶから。さあデスペアの同期アルベル来た。さあ心拍最強と歌われているあれですね、デスペアデッキですね。赤の楽園いいでしょう、強そうだな。おい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 、お前穏やかじゃねえな。それマスカレードと何が出てんのこれ。おいおいおいお前ふざけんな、バカタレが、バカタレ、お前マスカレード2体はそこそこ犯罪やぞ。それあれだぞ、マスターデュエル犯罪法にちょっと若干法に触れてるぞ。若干の法に触れてるムーブやめろ。やばいな。え、これ赤の楽園セットされてんだっけ。なんか最初サーチしてたよなあいつ。赤の楽園やばくねこれ。これやばない。あー楽園開幕。待って、これ何が出てくるんだろう。開幕で手札を捨てるで、なんか出てくる。まあでもドラマテルギアとかな。これドラマテルギアで回収して、回収、あ、ドラマテルギア、はい、ドラマテルギア回収して赤の楽園で、デスピアン回収して、いやこれやってることおかしくないですか。赤の楽園とかいうカード、これなんでどっちから回収して急に融合する。いやおかしいって。え、これ何出てくるこれ。マスカレード3体目はやばい。やばい、3マスカレードチャレンジ成功させられた。まずいまずい、これカード発動するために1800万のコンボじゃん。終わった、カード4回しか発動できねえ。ドラマトゥルギアも出てきた、人生終わった。これ待って、これさ冷静に考えたらさ、チャラクサイの効果もさ600払うからさ、これ合計俺2400払ってね。待って、効果発動するのに2400払うのマジ。え、これどうしたらいいの。これなんかなんとかしてバウンスできないか。マスカレーナ、マスカレーナじゃねえや、マスカレード。ハープライジング出す。え、これで、でもこれワンチャン、待って、これは発動したね。え、待って、これバウンスする効果にドラマトゥルギアの効果当てられねえ。冷静に考えたら。え、これシンクロ召喚すんじゃん。シンクロ召喚すんじゃん。アメージングドラゴンの効果発動します、バウンスしますの効果にこれドラマトゥルギアの効果当てられねえ、これ。あれ、まあ、やるしかねえな。レベル8のカープライジングにレベル3の浮世絵パンク、チャラクサイをチューニング、真空の召喚浮世絵パンク、アメージングドラゴン、アメージングドラゴンの効果発動。あ、痛い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 。アメージングドラゴンの効果、マスカレードとマスカレードちょっと戻したいんだけど、なんかある。これは関係ないな、これは一切関係ない、これ意味がない。これ発動したらまたライフが持って帰るからやばい。これキャンセルで、ドラマトルキアの効果スルー、一回スルーしよう、スルーしよう、そこはスルーしよう。いや、よくない、いやですよね。無理じゃね、これ無理じゃね、これ、いや無理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 、あと3800しかないけど。え、痛い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 。え、ここでいくつなの俺、残りライフ2000。やばいって、
無もう無あー200しかない何もできなくなった人生終了のお知らせ人生終わった。ちょ一旦マスカレード禁止にしない。